内山幸四郎浪士人生科講義第1回昭和56年1月12日大阪朝日カルチャーセンターにて収録。私は、まあ、この講座でもって、人生科講義っていうのを6回その月1回だけですね、6月まで続けさせていただくことにしたんですが、まあどうぞ最後までお付き合い願います。だいたいね、人生科講義っていうと あれですが、実は私去年の秋に人生科特本という本を、まあ、出したんです。これは白樹社っていう出版社からですね出している真水っていうて、まあ、ちっちゃい雑誌とも言えないほどちっちゃいもんですが、それに、1年半連載して、そして去年の秋それを、まあ、まとめたわけですが、この連載してる頃からね、難しいっていう評判があったね。で、これをテキストにして講義してくれたらという話もあって、でそれは面白い、やってみようというつもりになったわけです。で、まあ、たまたまこのカルチャーセンターで私に証拠現像の話してくれって言ってきたけれど、証拠現像は今京都の総選寺でやってるし、でそれはやる気ないって。それで、いや私はね、その頼まれた仕事はやらないんだ本当は。それじゃない、俺のやりたい仕事だけやってんだから。それで人生科講義ならやる気があるって言ったら、それじゃあよろしくっていうわけで、それでまあここで開講することにしたんですね。で大体ね、私まあいつの間にかそういうつもりじゃなかったんだけど、ずいぶんたくさん本出しちゃってるんですよ。それでそれをね、今こう見渡してみるのに、大体こうなんていうかな、論理的な骨組みを構成する本と、それからそれを土台に活動的な話をする本と、2種類あるなって自分のねその著書を見て、そう思う。で、まあ今人生科特本っていうのはその論理的な骨組みに関する、骨組みを構成する本なんですね。でところがね、私はそういう論理的な骨組みを構成するっていう本を書くときに私が成長する。ところが一般の人にはちょっと分かりにくいっていう。それに対して今度その骨、論理的な骨組みを土台にしてですね、そして、活動的な話すると、まあ、皆さんに分かりやすいって言って、まあ、いう評判があるんで、まあ、今度この人生科講義っていうのはできるならね、その人生科特本を土台にした、そしてそれを活動させるような踊らせるような、まあ話ができたらとこう思ってるんですよ。そう、その通りいくかどうかそれは分かんない。だけど、このまあ第1回目の今日の話は、どっちかっていうとこれ人生科特本の序文に書いた、序説に書いた人生について、これはどうしてもねやらなきゃなんない問題なんで、人生の問題についてっていうの、だから序説にの解説みたいな
お話になるでしょうが、第2回目から以後はですね、人生化特本から離れて、そしてそのこの講義の話思い切りやってみて、それから最終回にですね、その人生化特本の話とここでした話とどう連関するかを、まとめてみたいと、そんなことを考えてるんです。だからそういう意味でね、最後までお付き合い願わないと、面白くない話をする時もあるだろうし、難しいと思われる話をする時もあるだろうし、しかしながら最後でもってまとめるとこまで聞いていただかないとね、そのあれなんで、できたら最後までお付き合いください。ところでね、大体我々が何か難しいっていうこういうことを感じるっていうのはね、勉強する場合でも、なんか数学が難しいっていうのは、数学的なこの自分に問題を持っていないってことね。あるいは歴史とか国語とかって学習する場合でも、自分にその問題を持ち、そしてそのこう要求を持っていないところで出会えばね、これはどうせ難しいんだ。ところが今の人たち、人生っていうことをね、には全く関心持っていない、そして要求も持っていない。ただね、今、皆さんって言っちゃ失礼だけど、今世間の大体の人が関心を持ち興味を持っているのは生存であり生活なんだ。ところが今はね、その人生っていう限りね、生存のための生存の話でない、生活のための生活でない、そうでない私がたった一人この一生を生きる、そのね生命、これそういう生命という地盤での生存であり生活であると、そういうあれですね、あり方のもんなんだ。だから人生っていうそういう生命的地盤、そこに関心がなくて、そして人生化特本を読み、あるいは私の今度の講義の話を聞いてもね、それは難しいと思うんだ。それでどうしてもそれ興味を触発するような話は第1回にどうしてもやらなきゃなんないと、こういうことで、でこれは人生化特本の序説に書いた話だ。その点ね、例えば初めて赤ちゃん持ったね、若いお母さんが、赤ちゃんなんて普通にあれしてりゃなんとなしに育っちゃうんだろうって、そういう大雑把なねお母さんもいるんじゃないかと思うね、若いお母さんなら。そんな人にとっては育児の知識っていう、そういうの本に書いてあったり、お医者さんに聞いたりっていうんだよ、でもこう興味持てないでしょ。それで難しい、なんだかややこしい、そんなことしなくても赤ちゃんなんてほっといても育つもんだとこう考えていたとする。そしたら難しいですよ、育児知識はね。ところがそういう若いお母さんが一旦初めての子供を自分の不注意から死なせちゃったとすると、これはやっぱり自分の不注意なんだ、もうちょっと勉強しなくちゃいけないんだと、こういう感じになるじゃない。そして それから以後出会った今度育児知識に関する話だったらね、これは興味を持って聞くだろう、関心持って聞くだろうし、よく理解されるだろうと思う。ところがね、初めの赤ちゃん死なせてからじゃちょっと遅いじゃない。それでその点ね、死なせる以前に育児の問題の重要性っていうのを初めからよく持ってですね、そしてそういう知識も学ばなくちゃなんないんだと思う。
それと同じなんでね、今我々の人生の問題でもある。これ自分にとっちゃたった一人一つしかない人生なんだ。それなのにこの人生失敗してからね、初めて興味持つっていうんじゃ、もう赤ちゃんの場合よりもっとダメだもんね。あのたった一つしかない人生、それこそ年取っちゃってから、ああ、俺の人生これでよかったんだろうかって言って、それじゃあ遅すぎるもの。でその点、今活動している人たち、あるいは本当から言ったら、私はあの中高校生あたりのね、若い人たちに、その本当に人生っていうものを関心持って、そして人生っていうものはこういうもんだ、こういう態度で生きねばならないんだっていうのをはっきり自覚して、あの勝ってもらいたいと思うんですが、この自己の、そういう意味の自己の人生の問題の重要性、これをよく知って、そしてその自分の人生に取り組みたいと思う。でまあ今日の話はだから、人生活本に書いた序説と、ちょっと重複するところもあるけれど、これはどうしても欠かせないんで、それでまあ、あの、それから話を始めます。大体ね、私が人生活本を書いたのは、この、決してね、今、あの、よく世の中に出ている、人生特本ってね、あの、世渡り処世術の、もう慣れた人が、あの、人生特本っていうのを書いてる。そういうのとは全然違うんだ。あの、私の意図するところは、そういう世渡り処世の経験豊かな話じゃない。そうじゃなくって、将来、その、高校か大学かですね、そういう学校の家庭において一科目として人生科っていうのをまずこの設置しなきゃならない、そういう時代が必ず来るんだと、こうまあ私は考え、そしてそれの時のそのテキストを俺じゃなきゃ書いておけないとか、そういう甚だ自信過剰な男ですよ。あれでね、まあそういうつもりだ。それっていうのはね、どうしてそんなことを考えるか。大体今のようにね、人生とは何か、全く考えないで、それからその根本を教えないでね、その、今の教育っていうのは、ただ、その、科学知識だな、技術知識、そればっかり教え込もうとしてるでしょ。まあ今の、この昨日今日あたり新聞見てみると、第一次共通試験の問題が新聞に出てること、それで私もちょっと覗いてみたけれど、どれもこれもさっぱりわからない。これね、あれだけのものをね、今のあれが、答えられる、すべての科目にわたってね、答えられるほど今の高校生っていうのはそんなにあれなもんかな、頭はち切れ、よくはち切れないと思う。それで、これ、全部知っていなきゃ世の中に生きられないのかどうか。いや、私なんかこれ何も答えられないでも生きてきてんじゃないか。そしてね、いや私あれだ、その点、あの今じゃと今の時代だったら到底大学へ入れないね。昔でもこの昔私があの上の中学から上の
学校へ入るっていう時には、大学予科へ入るっていう時には、昭和5年ぐらいです。その時代で、私なんか誰がこんなものをね覚えられるかいっていう、そういうその反抗精神の強いところで、そのこんなもんバカなものを覚えられるかい、大学学校なんか辞めちまうって言ったら、お袋が大学だけは出といたらいいっていうか、それから以後全てカンニングで通ったっていうかね。それでカンニングと、それから付け届けと、それから裏口入学と、それでまあなんとかごまかしながら大学出てるわけですよ。そして大学入ってからぽつぽつこう関心を持ち始めた学校、学科目だけはまた本気になって勉強してるけど、だけどね、今のあれはあれですね、みんなあれだけの科目に対して高校生あたりでみんな興味の持てるってやつはいなかろうと思う。それで興味持てないものを勉強しろ勉強しろって、そうでなきゃ大学出られないぞ、大学出られなきゃそのエリートコースへ行けないぞって言って、責め立てられてですね、さあ勉強しろ勉強しろって言われたら、これみんな変なの当たり前だと思ういや、食欲がないのにさ、食欲のない病人にサークエサークエってこのごちそうを目の前に並べ立ててですね、お母さん、お母さんがもうサークエサークエって言って、その他のこと何もしないでいいから食え食えって言ったらね、もう見るだけでも嫌になってると思う。その見るだけでも嫌になっている、学校行かなきゃなんないって言った。そうしたらもう師匠のやけを起こして、そしてそれこそ暴走族になったり、それから親父殺したりってね、この頃は地震雷火事親父じゃなくて地震雷火事息子ってなっちゅうからね、本当にもう一番向いた恐ろしい凶暴な子供が育っちゃってんだと。で、私はその点高校生の方に同情するわ。それでたったほんの人わずかな、わずかなってね、まあ二次富士もいるもんね、その高校生あたりになってもお母さんや先生の言うことをおとなしく聞いて勉強しろ勉強しろって言うと、はいはいって言って勉強する、これは未熟児だこの未熟児にね、もういるもので、そういう未熟児は一生懸命勉強して、それこそああいう全科目に対して優秀な点を取るじゃない。そうすると学校行って、それで今度はそういうのが結構優秀なる成績っていうんで、そのあれだね、エリートコースに乗るっていう、こういう微妙な時代になると思うな。これ私あれなんですね、次の時代は清田川淡路総時代が来ると思ってればいや、その今なんていうか英才教育とかなんとか言ってね、早く伸びたやつがいいっていう、ところがひと夏にね種まいて、ひと夏に早く伸びるのはね、清田川淡路総、これ2メートル以上に伸びるもの。それに対して杉とかね、町とかヒノキとかっていう樹木になるやつはね、巻いたその年にはこのぐらいしかない。そして 2年経っても3年経っても、まあこの程度に伸びてくる。それから伸び始めるとぐんぐんとだんだん伸びてくる。これね、早い時にその何でもよく伸びるやつがいいんだっていう、そういう英才教育っていうのをやってれば、清田川淡路層ばっかりになっちゃうと。次の時代は清田川淡路層、清田川淡路層もいいわ、この真っ黄色の花がね、秋あれ1週間ぐらいはちょっと綺麗な花咲くね、みんな喘息を起こさせながら、それで
その代わりあとは見れられたもんじゃない、今のあれね。でこのそういう時代が来ると思う。まあ適当にやってください。それとは別に英才は英才で、本当の意味のね、巨木になるやつは巨木になるやつで育別口に育てなきゃ。セイタカワラシソウと一緒に置いとくと押しつぶされてダメになるからね。それでまあ私あの安泰寺みたいな寺作ってんだ。そしてこれ今安泰寺はあれだ、もう3メートルか4メートルの雪の下にあるじゃないか。そういうところにね、でまあ鍛えられて、そして本当に伸び始めたらぐんぐん、あの私が安泰寺の弟子たちに言うのは黙って10年座れっていう、これがもういつも。そしてもう10年座った人間にはもうあと10年って言うんだからね。そしてもうあと20年座ったやつにはもうあと10年ってこう言うと、30年ね座禅本気になってやったやつや、これはどう、何たって20代のやつは50代になるからね。そしたら働き出したらこれ本当に働く人間ができるに決まってんだ。だからまああのあれだ、高校生あたりでもって大学バカだなとこうって思ってるやつは安泰寺来るよ、そう言っといてください。そしてのいや、そういう救いは作っとかなきゃんない。今あの、なんていうかな、あの火攻め水攻めでやっているその高校生ね、あれかわいそうだと思うもん。だからそういうこのもうそういうので悲鳴上げてるやつには安泰寺みたいなその巨木を要請するところが悠々とね、巨木を要請するところもあるんだってことね、まあ宣伝しといてください。まあ話はあの横道にそれたけど、ところがね、それだから今、まあ17、18にもなって お母さんや教師の言うことを聞いて勉強しろって言うと、はいはいって言って勉強してるっていう人間はどうせ未熟児だって私が言う。ところがそういう未熟児が学校成績だけは良くって、そしてあれですね、エリートコース行って、そして指導者層になる時代が来るんだから、これちょっと怖いと思う。そしてしかもそういう時代にはこれを科学技術だけがうんと進んでんだから、これね妙なもんでね、科学技術っていうのはこの一人の人が A の人がの研究するでしょ、そうするとその B の人がすぐそれ今度はそれを利用して、そしてまたそれ以上にその研究を伸ばすことができる。結局ね、そして B の人があれしたのをまた C の人でまたそれ以上に伸ばす、で次々と積み上げが効く。それに対してそれを本当に動かすところの人間のその魂っていうか人間の精神は、これは積み上げが効かない、ここが問題なんですね。例えば沢木老師が、私の師匠の沢木老師がここまで到達した精神、それを弟子の私がね、もうすぐそれから以上進んで、いけるんだろう、それは結構だ。あるいは親が到達したところね、それ息子がすぐ後継いでその以上に行くんだったら、そしたら問題ないですよ。積み上げの科学技術が積み上げが効くように、人間の魂も積み上げが効くんなら、これ両方ともそのこれだけの伸びた技術をまたこれだけ伸びた魂が運営するんだから、それで問題ない。ところがその魂の方はね、積み上げが効かないんだ。親が死んじゃうと
全く子供っていうのは全くもうご飯飯で願いましてはって、ね、言うとこから始めるんだから。そうするといかに我々があの偉大なその科学技術をね持ってきても、それを運営するやつが初めからまた未開人野蛮人なんだ。その未開人野蛮人がそれを運営するようになる。赤ん坊、それで魂とそれを使うべきあの科学技術とっていうのはもうこう一個になっちゃってる。今でさえそうなんだ。それこれから先って言ったらどんどん科学技術はどん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 伸びていく。それに対して人間はだん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 幼稚になって、このあれですね、いわば未開人野蛮人だ。これは問題だと思う。それでそれこそあたかもね、四畳半の狭い部屋、あのマンションの部屋の中でダイナマイトを持ち込んで、これに火つけたら面白いぞって、その程度の未開野蛮人が、あの子供の火遊びみたいなことで、それで火つける。これを地球規模においてこれからやるわけだ。それこそ、水爆だとかミサイルだとかって、これ火つけようって言うんだからね。これはね、どうしても今日の究極の問題は、なんて言ってもね、この子供みたいな未開野蛮人、これをいかに本当に大人にするか、教育するか、それだけがね、こんなね、あの難しいね、の今の受験勉強みたいなあんなことを教えるよりももっと大切なことじゃないですか。私はそう思う。それでそういう意味でもあの子供野蛮人を本当の意味の文明人、それから大人に育てるっていう、そういう道をその開くっていうことが私の一生の願いだ。そしてそれが結局我々の今日我々のその課題じゃなくちゃなんないんだと私は思うんですね。その点ね、あの昔はね、そういう科学、まあ人間の技術をいかにその働かすかっていうね、例えば生活技、昔だって生活技術はあるんだ、そういうものをいかにその働かすかっていう根本的な狙いまとめっていうようなものをね、それを教える役目はね、いわゆる宗教がやってきたんです。要するに神様がそのようにお命じになったとか、あるいは仏はこのように教えられたとか言ってね、それで、その我々の生きていく生存の方向はそういう神仏が教えてきてるわけです。しかし現在でですね、そういう宗教を学校で教えると、そのまんま教えるとしたら、これまた問題だ。というのは地球上、昔はあれですね、西洋ではキリスト教、中近東ではマホメット教、あるいはインドの亜大陸だったらヒンズー教、それからまあ中国、朝鮮、日本というのは仏教と、まあ大体こう地域的にあったわけですね。ところが今そういうのが世界中一挙に出そろっちゃってんだから、それだからそういうのの一つを学校で教えるとしたらこれ今度は神様同士が喧嘩するもんね。それでこれはダメだ。
で宗派的対立を引き起こすようになるから、だから学校で宗教そのものを教えることはできない。でこれはどうしてもね、今までの宗教とは関係なしに、それこそまっさらな自己の人生、そういう地盤からで真実の人生とは何か、そういうあり方を教える時代が来なきゃなんないんだと思う。でつまり私の言いたいところは、今の、高校あたり、高校か大学あたりの過程でですね、その社会科とか数学科とか語学科とかいうように同じように人生科を設置して、で淡々としてっていうのは、その今までの宗教のように異様な雰囲気を立ち上らせることなしにってことだ。それで人生とは何かと、教えられる時代ですね。そういう時代が来なくちゃな。そしてそういう時代が来たら、来る時にはですね、もはや今のような、仏教とかキリスト教なんかね、ああいうような形での宗教っていうのはなくなっていいわけだ。みんな人生っていうもの。しかしそういう、こう異様な雰囲気を立ち上らせる宗教形態はなくなる。しかしながら、今まで仏教とかキリスト教とかっていう宗教が到達してきた、つまり人類が本当の意味で到達してきた遺産の何から何まで捨て去っていいってことじゃない。むしろね、我々はその自己の人生という地盤で、そういう昔の宗教が到達してきた深い偉大な遺産をですね、生かして、そして生き生きと我々は学ばなきゃなんないんだと思う。でまあちょっとね、具体的な例を挙げて言うと、聖書にね、聖書のコリント五章にこういう言葉あるね、先方作れども、我ら司法より悩みを受くれども窮せず、先方作れども望みを失わず、責められども捨てられず、倒されれども滅びず、そういう言葉あるね。まあこれ私の聖書の引用の言葉はね、昔の文語体の聖書を引用するんであれですがね、昔の文語体の聖書に慣れてきちゃってるもんだから、それで、あれなんですが、これまあ要するに私たちね、周り司法からまあ悩みを受けても、それでも行き詰まらない、で先方作れても望みを失わずって、あらゆる絶望した場合でも、しかし望みは失わない、責められても捨てられずって、いくら責められても捨てられることはない、倒されても滅びることはないと、こういう言葉ですね。それからまた詩編に、我大いに悩めりと言いつつもなお信じたりという言葉がある。本当に我々悩んでる。しかしながらその悩みによって神に対する信仰はなくならないというかね、どこまでも神を信じてるとこういう、悩んでも信じてるという、そういう言葉がある。それから親鸞聖人の正真言には、煩悩生厳水風拳、大悲無拳上昇画っていうのが、煩悩の眼、この我々の煩悩の眼では
見ることはできないけれど、仏の大慈悲の光は常に私を照らしているということだ。こういうね、まあ今私が思いついただけの言葉、昔の宗教書の言葉を挙げてみて、これらの言葉はね、いわゆるの新興宗教の、今なんかの新興宗教、ご利益信仰のからの言葉じゃないってことはよくわかるでしょ。今のその新興宗教だとかなんかね、だったら信じたらご利益が来る、それだから信ずるってこういうようなんだね。ところがだから助けてくれって言ったら助けてくれる神様仏様、そういうものなら信ずるけれど、一旦その、助けてくれって言ってもご利益がないと言うんだったら、すぐひっくり返って神の仏もあるものかって、ね、それで仏壇なんか焼いちまえって言われて、ね、すぐそう変わると。こんなのとちょっと今挙げたね、千方作れども望みを失わずとか、あの煩悩正言水風拳って、煩悩の私の煩悩の眼には見えないけど、しかしその限りない仏の光は私を照らしているとか、あるいはその悩みつつもなお信じたいというようなね、そういう深い言葉とはちょっと違うじゃない今の新興宗教のね。でこれはどうしてもね、今の我々のその人間の思惑の言葉じゃない。そしてね、もうちょっとまああれすると道元禅師のね、学道用人集にはこういう言葉、行者自身のためを念じて仏法を修すべからず、妙理のために仏法を修すべからず、家宝を縁がために仏法を修すべからず、霊言を縁がために仏法を修すべからず、ただ仏法のために仏法を修す、すなわちこれどうなりっていう。こうなってくるとちょっとね、あの話が流水になってくるね。何しろあれですよ、自身のため、自分のために仏法を学んじゃいけないっていうんだ。それから妙理のため、まあ妙理のために仏法を修すって、これは最低だってことはよくわかる。しかし家宝を縁がために、例えば座禅して何かの家宝、あの悟りを開くとかね、あの、腹が座るとか、そういう家宝を縁がために仏法を修すべからず、ね、から霊言を縁がために仏法を修すべからずって、何か印だね、あの新たかな印、霊言っていうのは。そういう、だから座禅したらその、世界がひっくり返ったとか、まあいう特別な霊言ね、そういうもののために仏法を修してはならないって言うんだから、ちょっと普通の世間話と違うね。そしてただ仏法のために仏法を修す、すなわちこれ道内っていうんだから、これが仏道っていう。ところがね、それじゃあ 仏教だけ、道元禅師の言葉だけがそういう特別の言葉なのかっていう、これそれに似た言葉としてね、キリスト教にもある。神のことは神の御霊の他に知るものなし、ね、神様のことはね、神の御霊っていうの、これまああの本当はプノイマっていう、ギリシャ語で言えばそのプノイマっていうのは普通言うプシケって、あの我々の魂っていうのはね、あの聖書でもって、我々の魂っていうような霊魂とか魂とかっていうのは、これはプシュケっていう。それでその
ギリシャの父系が、あれですね、今の欧州の方へあれして、プシコロギーとかサイコロジーとかっていうふうに、だから、心理的っていうようなのはそういうもんだ。それに対して、そういうプシケとは違う、プノイマっていう、神様の息みたいなもんだ。本当の神様の息吹みたいなのをプノイマっていう。この神のことは神の御霊の他に知るものなし、このプノイマでなきゃわからないっていう。これはコリントに出てきます。コリントの前に。それから、御霊のことは霊によりて わきまうべきものなり。つまり、その、我々の思い、あるいは、さっき言う、プシュケーですね。人間的思いから、神様のことは絶対に知られないっていう。でただその神様から下ってきたその精霊によって神様初めて分かる。だから精霊に完全であれば誰もイエスは主なりというあたわずっていう言葉もある。これもですね、仏法のために仏法を主すっていうのと同じような、とにかく神様からのもんでなきゃ神様知れないっていうね。我々の人間いくらこう考えてみても神のことはわからないっていうんだからね。これ今仏法とか精霊とかっていうね、それをね絶対って言葉で置き換えて言ってみるとこういうことです。絶対的なことは絶対的なその我々の相対観念ではわからないということだ。で、絶対的なものは何か絶対的なものから出てこなきゃならない。こういうことですね。そういうね、絶対的なこと。だから、仏法とか精霊とかっていう、それが本当に私にこう精霊を感じて初めてね、さっき言ったように千方つくれども望みを失わず、あるいは我悩めりといえども言いつつも神を信じたいとかね、煩悩生厳水風拳如来大悲無拳上昇がっていうようなそういう力も出てくるわけです。こういうのがね、その昔の宗教の中にもある事実ね。ところが、それで何かは我々が宗教っていうものをあれする場合には、その深さまでいかなきゃならない。ところがね、こういう、いわば神とか仏とか精霊とかっていうね、仏法とかっていうようなものは、今までの宗教は、その、いわば、仏教もキリスト教もなんか権威を持って押し付けてきてるの。そこでもってね、異様な雰囲気が立ち上るね。しかもなお悪いことには、そういう神や仏の権威に便乗してね、今の新興宗教なんかも権威を、絶対で権威を持って押し付ける。こうなるともうあれだ、純粋の宗教の言葉とそれからご利益宗教の言葉と同じく権威なんだからね、見分けがつかなくなっちゃう。例えばね、まあある新興宗教が入ってた、ここはだんだん入っててみると、くだらないってことは分かったんで、それでもうやめますって言うと、今まで信じてたものをもう信じなくなると、もう孫の代までたたるぞってそういうことを権威を持って言うとすると、お父さんのこと言わないと誰だって気持ちが良くないもんね。それでずるずる引きずられてるっていうのはこれは最低だ。でその点ね、そういう権威は全て取り払わなきゃ。で今科学技術の時代っていうのはね、
そういう神仏、今までの宗教的権威を取り払ったっていう意味でね、結構な時代だと私は思った。でついでに今までの宗教みんななくなっていいって思うのはそれなんだ。でそういうのはね、今まで昔の人がご利益や神様のご利益に頼った部分は、科学技術がに頼った方がいい。今の時代ね、どうせ合理的だし、それであれだね、確実だし、で量産的だもん例えばあれですね、昔のお百姓がその今年なんとかその豊作でありますようにって言って、初めにあれだ、お祭りするでしょ。それでよく豊作の年にはまた秋祭りしてって感謝してっていうのがね、そういうことをやるよりは、今の時代のようにそれは農薬だとか肥料だとかっていうのをねやった方が、その豊作を通期するの間違いないんだから。でこれ量産的だもん、それで結構なんだその方があるいはそのたとえ不作の年でも、昔だったら飢え死にしなきゃなんないけど、今のような科学時代になると交通もちゃんとあれしてからすぐ方々の米持ってくから、で飢え死にしなくても済むんだし、そういう意味でね、もう昔のご利益を願う宗教は何もなくなっていい。そしてそういうのは全て科学技術が取って代われん。しかしそれにもかかわらず、いくら科学技術の進歩したい時代になっても、個人的な絶望っていうのはどんな時代にもなくならないと思う。例えばね、この前も会社は永遠なりって言って自殺した人がいるね。ああいう考え方は私なんかにあれしちゃう吹き出すけれど、しかし今日の時代そういうのを大真面目になって会社は永遠なりって言って勤めてる人いると思うんだ。ところはそんなつもりで会社に勤めてる人が、会社が急に倒産するってことはあるんだもの。大きな会社でさえもうっかりすれば倒産するんだから。そうすると会社に全て自分の全精力を投げ込んできた人が会社倒産したらすぐ途方に暮れるじゃない。やっぱこれ個人的絶望だ。それから我が子こそ私の一生のホープっていうね、それで一生懸命我が子を可愛がって、で育ててきた子供がな、いや一昨日もその手紙来たのに、たった一人息子なんだから一生懸命育ってきたけど、これが好きな女の人ができた、その人もその娘さんも、その相手の娘さんも一人娘、それでどうしても養子に来てくれなきゃダメだっていうもんで、俺は養子に行くって言ったっていうんで、もうどうしたらいいでしょうって言って、私に手紙を起こしてる人がいるけどね、もうあれだね。そしてそのお母さんもその息子も私の本の愛読者だっていう。それで息子が言うのに、内山さんの本にはそのどうせあれだね、無縁仏になっても構わないって書いてあったから、お父さんやお母さん無縁仏になったって構わないとこう言うっちゅうんだね。そんなことね、私に責任を負わないと思ってた私の本当に言いたいところは、根本の引用するなら根本を引用してくれなきゃ困る。その変なところ引用したってしょうがないね。私の言いたい根本は大人になれっていうことなんだところがその親も子も両方とも子供だもんねいや本当にね、家庭の揉め事なんていうのは話よく聞いてみると、子供同士の喧嘩とちっとも変わらない。
親が子供を育てるって言ったって、親が一番にまだ未成熟なんだ。それで未熟の未熟児ちゃんって言いたいぐらい、その子供の魂だ。それが子供は子供を産んでさ、そしてだからまたどうせその子供だって大人にはなれなくて子供でしょ。とそして親子問題で揉めるっていうような話はどうせね、子供同士の喧嘩だ。でそれに対してもっと大人になるっていうことは大切だって、そっちの方を引用してくれなきゃならないのに、無縁仏になってもいいって言って、だから親勝手にしろってさ言うんじゃ、本当に子供の言い分だ。で親がそれをまたすっかり慌てて大変っていうのもこれ子供だもん。どうせね、子供ってやつはその他人にさ、俺サービスさせることだけ考えてる。で大人になって初めて人にサービスすることを知るわけですね。ところがね、いくら年取ったって人にサービスすることはちっとも考えないで、俺のことばっかり考えてるっていう、子供は子供でまた人にサービスすること考えない。まあ俺も年取った親はね、あんまりの心配させてもかわいそうだから面倒見てやろうって、少なくとも言葉だけでも言おうってさ、それだけのサービスもないっちゅうから俺はどうせ子供の喧嘩だ。でみんな個人的なその絶望っていうのは、まあ大体子供同士で喧嘩している、それでみんな絶望してるんだ。いや少なくとも、まあここそは私のホープっていうんでも簡単に裏切られる時代になってんだから。あるいはね、元気で来た人が突如癌だって宣告されたって言ったら、これも絶望するんじゃないですか。そういう時どうしたらいいか。それを今の人たちはただ自分のその幸福追求のためだけに生きてるでしょ。これも生存的幸福追求、生存的幸福追求のためだけに生きてるから、一旦ね不幸災難病気なんかに出会うと、そうするとこれはぽっきり折れるよりほかない。それこそ粘りは何もない、枯れ枝みたいなもんなんだ。ちょっと枯れ枝ってやつはね、ちょっとどんな太い枝でもちょっと重みがかかってあれするとポキッていうね、生きてる生命を持ってる枝は小さくても乗ってもこうたわんでそれに耐えて、そしてまたこう戻る、それが生命ある枝だ。それに対して今の人は俺の生存的幸福ばっかり望んでんだから、それたまたま不幸災難であるとポキッと折れてもう立ち上がれない。そんな時こそ初めてだ、我ら司法より悩みを受くれども救せず、戦方を作れども望みを失わず、責められるでも捨てられず、倒されるでも滅びずってね、こういうところ、あるいは我大いに悩まりといえども言いつつも名を信じたいとね、か煩悩の我々煩悩の眼では見ることができないけれど、この仏の無限の光はいつも私を照らしている、そういうような信仰、昔の信仰のね、信仰者のこと、言葉の中に何か素晴らしいね深さの力感じやしないかって言うんです。で今はまあ科学時代になって全て宗教を切り捨ててんだ、そういう宗教を切り捨ての時代についでにだ、今言うような昔の宗教の深い力さえも簡単に切り捨てていいもんかどうか、そこなんですね。とにかくね、一時代前までは神の栄光のため、仏の光明のためにっていう生き方があった。
ところが今の時代はその神も仏も権威を失って、ただ人間的俺の子生存幸福のためってことです。それだけの人生になっちゃってる。そして神の栄光とか仏の光明とかっていうそういうような言葉もう全く見失ってるわけです。昭和27、8年の頃ですがね、私は伊沢絹夫さんという人のね、牧師さんですがね、の本を読んだことがある。この人はね、生まれた時から先天的小児麻痺なんです。それで全く歩けない、で筆も持てない。それをだんだん成長してからあれですね、松葉杖ついてようやっと歩けるまで訓練してきた。それからペンもこう私にその、ま、伊沢さんの字も書いてもらったことあるけど、こんな大きな字で伊沢って切れ終わって書いてた。その成長してからの地で、それほど、まあ、重度の先天的小児麻痺で心象者。この人ねの本に、その小さい時私は生まれた自分のことが書いたんですがね、それで小さい頃お母さんが私を不憫がって、そして非常に可愛がって育ててくれたと。ところがだんだん私が大きくなって、いわゆる青春期に入った。そうしたら子供の頃は自分が心象者であるっていうのをそう気にならなかったのに、青春期に入ったら自分が心象者であるっていうのは非常に悲しく思うようになったわけですね。そしてこれは一体どうしてかっていうと、これはねお母さんのせいだ。お母さんが一生懸命可愛がってくれる、だから伊沢さんはお母さんのせいだっていうことによってぐずってるわけだね。お母さんのせいだ。俺がね自殺して火つけて火事を起こし、その中で俺が焼け死んで出てきたらお母さんはさぞかし悲しむだろう、お母さんを敵討ちしてやるって言ってね。それである西風の強い日、これ関東の千葉県の三津街道、茨城県かな、三津街道の人ですがね、農事小屋に入ってその藁に西風のピューピュー強い日に火つけた。そしたら急にゴーゴーね火が燃え始めたら、伊沢さん怖くなっちゃって、それで這い出してですね助け求めた。それでまあ伊沢さん助かったわけだ。しかしながらお母さんはちゃんと伊沢さんが火つけたんだって知ってたんだね。それで火元は何だって言って調べに来た時に、お母さんが私が火の始末しましたってね言って、まあお母さんが罪かぶったわけ。ところが村中の人はちゃんともう知ってた。方が火つけた、みんなが言うっていうのね。それでいよいよね自分の立場が苦しくなっちゃったわけだね。それでどうしてね私はこんな方なんでしょうって言ってお寺行って坊さんに聞いたんですよ。そしたらお寺の坊さんね、それは何事もね過去からの業によるんだ、だから諦めなさいとこう言ったっていうね。それじゃあ諦められないもんねだねって。それで今度伊沢さん再び自殺を決意したわけです。で今度はもう